はい、皆様お疲れ様でございます。今日はですね、新しいゲームをやっていきたいと思います。ファーマーズショップシュミレーター、ファーマーズショップシュミレーター、こちらのデモ版となります。発売は2024年の、第4四半期となっております。で、体験版なので日本語対応はしておりませんが、製品版は日本語対応の予定となっております。はい。で、こちらのゲーム、農場がメインと思いきや、マーケット、お買い物がメインとなります。で、まずですね、ここがお店となるので片付けしていきます。はい。で、ちら右側の方にですね、まあ、目標立ってるんですけど、ゴミとりあえずね20個捨ててくださいとありますので、まずね、ゴミ捨てからやっていきたいと思いますね。タイヤとかね、転がってます、ここね。はい。で、なんかね、捨てちゃっていいのかなっていう、ものとかもいろいろあるんですよね。ボンベとかね。まあ、ここら辺はまあいいんですけど、こういうもの捨てちゃっていいのとは思うんですけど、まあいいんでしょうね。お店には関係ないという感じで。はい。で、こっちもね、ね、わらべるまであるんだけど、いいんですかね。はい。で、ペッペッペと。で、このゲームですね、今時間進んでて、画面真ん中上のところに、今もう9時過ぎてるんですけど、時間の調節っていうのがありません。っていうので、ゴミね、20個ね、回収しました。で、ちょっとペイントね。はい、これね、ちょっと汚いところ、きれいにしていきましょう。で、これで一部分しかできないんですよね、ペイントがね。ペイントというか、塗り直しなのかな。はい。で、ですね、右側のミッション。私、これデモ版なんですけど、今プレイ時間1時間半ぐらい経ってます。なぜかというと、めっちゃ積みます。めっちゃ積みました。はい、じゃあね、これね、このミッションね、これ通りにやっちゃうと、積みます。っていうので、ちょっとね、困ったことに、順番通りにやっていくと積みます。で、まずね、レジですね、レジスター。で、シェルフね、商品飾るところ。で、あとは商品。で、これぐらいですかね、最初に注文できるの。まあ、所持金1000しかなくて、625の今、お買い物なんでね。はい。で、お店はちょっとまだ開けません。今ね、白いトラックが来てるかと思いますが、あれが配送です。1日1回しか来てくれないんですけど。で、そこにね、コンバイン、止まってます。なんかちょっと見たことあるマーク。これいいのかなと思うんだけど。ニューベンデッドっていうね。ニューホランドのマークっぽいな、みたいなね。ただね、そっちがちょっといけないんですよね、これね。まだこっちの方にはいけないみたいで。ワラベルとかね、転がってんですけど。何の農場なのか。あ、ね、はい、ちょっと、あ、もう呼ばれてるね。ここが、誰かから引き継いだものなのかどうかっていうのが一切説明ないんですよね。はい、ちょっと今、ちょっと直置きしていきますね。ペペペと。はい。まずね。まず荷下ろし。はい。はい、はい、はい。あ、届かない。あ、届かない。あ、ギリギリね。で、まずは、シェルフね。シェルフの方から置いていきましょう。で、どうしよっかな、向き。これ後ろ側ちょっとね、分かりづらくてね。何回もね、向き変な風に立てました。あれ立たないでしょ。あ、真ん中辺じゃないとダメ。はい。で、レジスター。レジスター。そうか、場所も決まってるのか。レジスター、これかな？はい、レジスターね。で、レジスターは、両方から入れた方がいいんですよね。じゃあこれぐらいにしとこうかな。はい。これだとどっち側からも入れるもんね。何言ったか分かる。早速噛んでますがね。はい。で、商品3つね、こっち入れていきます。はい。で、ちょっと一回中身開けてね。はい。はい、じゃあね、ちょっと中補充、はい、ババババーっと。で、空のエンプティーボックスね、段ボールはここにゴミ捨てやると、右下のね、ミッション、ね、空箱5つ捨てろがね、
ちょっと1個進みました。で、私このゲーム、もうね、1時間半やってるんですけど、かなりやってますけど、農業するメリットがね、今のところちょっとないんですよね。ババババババーっと。今のところね、農業が、初期コストかかりすぎる。っていうので、ちょっと厳しい。まあ一応ね、作物、ね、育てて、で、販売とかもしてみました。ただね、倍化が、あれ？一番下入んないね。あ、入った。で、ちょっと残ってるのかな？残ってるのにちょっと一回置いといて。あ、ね、ひっくり返っちゃいましたが。で、ね、あとね、タブレット開いて、倍化ですね。お値段決めなきゃいけないんですけど、最初がね、全部ゼロになってたんですよ。倍化が。これがわかんなくて、なんか、なんていうの？ずっと売っても売ってもお金入んないなと思って。はい、あ、11高い？ 10.5 にしようか。10.5。あ、10.5 でも高い？ちょっと待ってね。じゃあ10かな？ね、この黄色はギリギリちょっと高いなっていう感じです。で、赤になるとお客さん買ってくれないって感じです。14ぐらい。あ、そうですね。で、とりあえずこっちの方だけにします、商品はね。野菜は、今日できないです。と思います。野菜作ってる余裕がない。まあ、ちょっとお店はしたいんですけどね。で、あ、もう19時？ 19 時か。もう閉店でしょ、今日。そうしたら、今日準備だけで終わっちゃったね。まあね、お店的には、まあ、じゃあちょっと農場散策しますか。散策打つでもなんもないんだけどね。ね、じゃあね、じょうろ、お水だけ汲んどきましょう。ここに井戸ありますんで。はい、じゃあお水汲みました。で、くわば、プランターですね。ショップで、まあショップ使うタブレットでプランターを買って、これですね、150ドル。そして、種を買うんです。これもちょっと値段高くて。で、それで初めてできる。なんだけど、これ除草剤。も必要ってなると、所持金がね、ショートします。今、残り375しかないんですけど、もう何も買えなくて、で、このレジスターとかシェルフないと商売ができないんで、完全積みました。っていうので、私、5回ぐらいやり直してんのかな？なんだけど、完全積み、2回、3回やりました。レジスターがないとかね、シェルフがない。で、逆に、ファーマーズシェルフ。これ、野菜売るやつなんですけど、ここら辺を先に買っちゃっても、何もできない。っていうので、このね、右側のこのミッション、ちょっと不親切。はい。じゃあね、一夜明けたいと思います。はい。はい、二日目。そしたら、今日ね、新しいこと。まあ、お店オープンしていきましょう、まずはね。そしたら、はい、じゃあね、こっちの看板、これね、クローズってあるんですけど、これ、クリックすると、オープン！ね、裏も表もオープンになるというね、マジシャンかって。はい、そしたらね、お客さんが来ると思います。で、ファーマーズショップ、これ名前変えれます。ここ、後で名前変えろっていうね、ミッションとかも出てきたりします。で、どうかな？もうお客さん、来る？あ、そろそろ来るね。こっちの方は？こっちあんまいない。まあね、もう朝8時半になってますが、はいはいはい。多分第一お客さん。はい、来ましたね。ちょっとね、この村の住人、車の運転荒いんですけど。大丈夫かな？はいはい。来てくれる？そっちの方も。結構ね、入り口ら辺で衝突仕掛けてる。急ブレーキ音聞こえます。後でね、聞けるといいんですけど、急ブレーキ音がね。危ない危ない。ね、ほらほら。通行人と、バッティングしそう。ね、ムキムキのね、警官。ね、ゴリマッチョ警官います。はい。で、このレジスターの場所、あ、そっちから来ちゃうの？そうか、なんかちょっとやだな。ね。はい。で、あ、いろいろ買ってますね。あらららちょっと、あ、ちょっと、レジスターの位置悪いな、これ。はい。はい、じゃあお買い物ね。ピッ、ピッ。はい、ありがとうございます。っていう、で、ファーマーズショップなんですけど、ポスシステム導入。まあね、値段決めるのもタブレットだしね。っていうので、
この操作がね、いまいちわかんなくて、あ、もうね、あ、ちょ、いらっしゃいませ。はい。ちょっと待ってね。はい。ピッピと。はい。ありがとうございます。っていうので、最初ね、わけわかんなかったんですよね。ピッピッピッ。はい、ね、ありがとうございます。で、お金、ね、商品を売って、お金が貯まってきたら、あ、ちょっとね、在庫少なくなってるんで、はい。お金が貯まってきたら農業に手出せるっていう感じです。はい。バババーと補助ね。はい、OK かな。で、これ、空になりましたね。じゃ、空はね、ちょっとね、外のゴミ箱を捨ててきます。ペット。はい。どう？はいはい。あーね、ちょっと位置悪いわ。これ、ほんと位置悪い。はい。あ、いっぱい買ってくれてるね。はい。ありがとうございます。はい。そしたら、あね、あね、いろいろね、買ってくれてんだけど、ちょっと私、ほんとここ場所悪いな。やめた、ここやめた方がいいな。はい、はい、はい。はいね、ありがとうございます。で、あの、プランターを買えとか、種を買えって右ね、まだ出てると思います。ここね、ここね。プランター買え。で、種3つ買えなんです。まあ、カラダンボール、あと2つ捨てろなんですけど、プランターのお値段、ちょっと先ほど見ていただいたけど、150ドルです。このちっちゃいやつね。で、売るためのシェルフ200ドル。で、除草剤200ドル。で、種が、42とかね。こんな金額なんで、全然、農業儲からない。あ、もう、はいはい、ごめんなさいね。はい、お待たせしました。はい。はい、ありがとうございます。っていうので、農業のいいところが今のところね、わからないです。まあ、向こうにね、収穫期とか止まってましたので、もしかしたらね、大規模農場ができれば、利益は出てくるのかもしれないですけど、この小規模でお店やってるうちは、全然儲かんないです。というので、横流し、まあまあ、横流しじゃねえね、なんていうの。ただの、仲卸し的な感じで。はい。いやね、だいぶ、あ、お金入りましたね。今もう708ドルになってる。はい。ありがとうございます。はい。というので、ここからやっと、あね。じゃあ試しに買ってみます？お店だけしましょうか。プランター。そして種ね。これだけ買います。はい。どう？お客さんいる？まあ、後ろすぎて嫌だね。ほんと、レジの後ろ側来られちゃうの嫌だね。はいはい。あ、ね、バッティングしてるしね。あ、はいはい、中ね。ポスね。ポス起動しないとダメだ。はい。はい、ありがとうございます。で、どうかな？トラックの方、もう来てる？あ、トラックの方、どうだっけ？運送の方ね。あれね、向こうほら、事故りかけてるでしょ？で、はい。あ、ね、これ好きね。はい。ありがとうございます。で、ちょっと待ってね。もうトラックって、今日来てる？あ、来た！ちょっと来たね。あ、ね、ごめんなさい。はい。ね、ありがとうございます。なんだけどね、ちょっとね、クラクション激しいんだよね、いつもね。はいはい。ね、ありがとうございます。で、プランター。ちょっと今、プランター設置だけしよっか。はい、プランター設置。で、野菜の種ね。野菜の種。開いて。はい、取って。置いて。で、種。あ、種より先に耕さなきゃいけないのか。はい。ザクザク。ね、こんだけ土あるのにわざわざプランター買うっていうね。で、種か。はい、種。はい。で、水撒いて。はい。じゃあ、こんだけ農業をやっててね、プランターって。っていうので、ちょっとね、こっちはね、利益出ないです。どちらかというと、本当にスーパーやってる方、あ、商品全売れ？まずいね。明日の分の仕入れないわ。はい。だけど、お客さんは来ちゃうでしょ？お客さん来ちゃうけど、すぐ帰っちゃうんですよ。帰っちゃうとか消えちゃうんですよ。車がね。ほらほら。あー、ごめんなさいね。来たけど、もう閉店なんですけど、ごめんね。もう商品全部売れちゃって。っていうので、明日朝一で商品仕入れなきゃいけないんだけど、日付がですね、ちゃんと夜にならないと飛ばせれないんですよね、このゲームね。まあ、まだね、デモ版なんで、今後に期待なんですけど。で、あとね、暗いんですよ。こうお店の中は、
ね、照明あるからまだいいんですけど、全然暗いのこっちが。ちょっと母屋行きますか。なんだけどね、懐中電灯の一つでもあればいいけど、うわ何も見えない。これ見えます？何も見えないのっていうので、マジでね、今のところ現状ね、何のための母屋かわからないとなっております今ね。で、これがね、2日ぐらいしたら収穫できるのかな。で、私も販売とかもしてみました。ちょっと今スクリーンショットね差し込むと思いますが、販売するとこんな感じで、一つの商品でお客さんがっつり買ってくれたりもするんですけども、ちょっとタブレット開いてね、倍価がですね、こう野菜系ね、なんか少数店とかがすごい多いし、下がってくるんですよ価格が。っていうので、農業儲かんないんじゃないっていう残念ながら。はい、で次の日ね、はい、おはようございます。で、タブレット開いてね、商品ね、あ、ちょっとこれ1個でいいわ。はい、2個。はい、で、注文ね。はい、っていうね、これをね、ひたすら繰り返していきます。いつか、まあ、何か、新しいね、アクションが出て、あ、来ましたね。トラックの方ね。新しいアクションが起きればいいんですけど、現状ね、ないんです。まあ、体験版だからね、セーブもできないし。だけど、プレイ時間はね、1時間半超えてます。あ、ね、あ、お客さんと同じ顔をしてるね、あの人同じ顔してたわ。はいはい。で、ね、急ブレーキするのかな？ね、急ブレーキしてね、中のやつ倒れるっていうね。はい、っていうので、ひたすらねこれを繰り返していくので、正直ね、私やってる感じスーパーマーケットシミュレーターとかあっちの方な感じがしたんですよね。あ、届かない、ちょ待ってね、よいしょ。はい、なのでまだ今後に期待まだわかんないです。で、このゲーム日本語対応ね、今はしてないけど、する、との予定なので、まあ、ね、期待できるかなという感じです。で、コントローラーも、今はですね、Xbox シリーズ X のコントローラー使うと、一部対応してます。で、一部対応してないんですよね。というので、まだまだなのかな、という感じですが、ちょっとね、今後に、あ、じゃあ、これ、こっちじゃないね。こっちか。今後に期待という感じにはなっております。はい、という感じで、今日はね、ちょっと短いんですけども、一回ここで区切りたいと思います。ね、ちょっと商品並べながらね。はい、というわけで、今日はね、ここで一回区切りたいと思います。では、ここまで動画を見てくださった皆様、ご視聴どうもありがとうございました。それではまた、よろしくお願いいたします。